メルブラの置き攻めのやり方がよくわからないです。ざっくりしてるな。ざっくりしてる。メルブラ、まあアクトレスアゲインカレントコードの話だと思うんだけど、基本的にはあんまり難しいこと考えないで走ってて弱を重ねればいいです。で、まあ、場合によっては、まあ、低空ダッシュを重ねるとかができると大変良い。逆に言うとね、そっから先の難しいやつはよくわからんって言ってるレベルだったらあんまり気にしなくてもいいかなと思います。で、手堅くというか、まあ、崩したいなって思うんだったらジャンプ攻撃の、チェーンコンボを使った多段中段を狙うような攻め方ができると、まあメルブラっぽく崩せるんじゃないかなとは思ったりはします。まあ、攻めでキャラがわかるとね嬉しいんですけど、これね、まあ、これアンダーナイトなんで、まあ、攻めてエルトアムにする、攻めてエルトアムにするか、こういうやつ、攻めに行くときに、まあ、こうやって弱を重ねに行けばいいんだけど、それとは別に飛んで様子見をしてこう多段で攻めていく感じね。これとこれとこれとこれみたいなたくり方、弱着地 2A と弱強みたいなやつと崩しは結構強い。で、こういう時はできればね、弱から着地 A にしたいのよ。これが強 2A だとあんまり強くない。これあんまり強くない。これはあんまり強くない。これとこれは一見強そうなんだけど、そうでもない。じゃあ A 着地 2A と AC こっちの方がまだ強いかな。俺が AC って言ったせいで、あの Siri が動き出した。ちょっと待って。まあという感じのをやれるといいかな。まあ、シールドとか解放とか強いんだけど、まあ弱AD みたいな仕込みで、その空振り時にシールドを仕込めるとか細かいテクニックはあるんだけど、多分そんなのあんまりやらなくてもいいかなとは思います。とりあえず普通に弱攻撃からでもダメージが出せる、あのコンボダメージ結構出るゲームなんで、あの弱を重ねに行って当たったらコンボ、シールドされたらまあ運が悪かったかなって諦める。で、中下をたくった方がいいんで、低段に行きたいけど、低段はちょっとリスキーなんで、垂直ジャンプ、ジャンプ攻撃重ねるとか、前ジャンプ、ジャンプ攻撃重ねるとか、ジャンプ攻撃、バックジャンプで様子見するみたいなのをやるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、とりあえずそんな感じで、ちょっとやってもらえると。あとは、まあ、動画を見てみるとかですかね。使い手が多いキャラクターだったら、今でも対戦動画結構上がってるんで見てみるといいかなと思います。はい、お便りいただきありがとうございます。